ピングーのロゴ、ピングーは、スイス発祥のクレイアニメであり、活動アニメの主人公である南極に住む皇帝ペンギンの名前でもある。原作は、オットマーグッドマン。主人公、ピングーとその家族を描いた、ショートアニメ。1980年に原型となる、テストフィルム、ヒューゴが制作され、1986年に、パイロット版が制作された後、スイスのルシコンにある、 トリックフィルムストゥディオにて1990年から2000年までの間、第1シリーズから第4シリーズ及び長編、幸せな結婚式が制作された。シリーズは、スイス国内のみならず、世界各国で放送され、絵本や、玩具などの関連商品も多数生産された。2001年、トリックフィルムストゥディオの親会社であり、本作の権利保有及び制作を手掛けていた。 オランダのアムステルダムに拠点を置くザピゴズグループ社が破産すべての資産をイギリスのヒットエンターテインメント社に売却し2002年から2006年にかけて制作された第5シリーズ第6シリーズ及びミニシリーズザピング賞はヒット社参加のホットアニメーションで制作されたただしザピゴズグループの名称は現在もコピーライト等で使用されているなお 売却以後にリリースされた第4シリーズ以前の DVD 版は初期にリリースされた VHS 版と異なりオープニングや劇中のセリフ、BGM が著作権の都合で大幅に変更されている。スイスで制作されたシリーズの脚本はすべてシルビオ・マッツオラが執筆しヒット者で制作されたシリーズでは何人かの脚本家によって物語が作成された。 登場キャラクターはすべて発泡スチロール製の芯の上に色粘土のパーツを組み合わせて作られており、そうして出来上がった人形をストップモーションアニメーションの手法で撮影し映像を制作していた。登場キャラクターが特定の言語ではなくピング語という視聴者にはわからない言語で会話しているのが特徴。なお登場キャラクターの声はすべてカルロボノーミによるものである。 2011年、権利元のヒット社が米大手ガングメーカーのマテルに買収され、本作の権利もマテルへ移行した。2017年より、日本の 3DCG 制作会社ポリゴンピクチュアズズ及び NHK、マテルが共同で、新シリーズ、ピング・イン・ザ・シティを制作。映像は同じく日本の 3DCG 制作会社である。 ダンデライオンアニメーションスタジオが制作している。1992年にテレビ東京にて日本初放送が行われた。その後も同じくテレビ東京系列の DVQ 九州放送のあそぼうラッキーなど地方民放や独立局で頻繁に放送された。全国放送では NHK 教育テレビのグッとくるサンデー内にて放映。その後、 同局のニャンチューワールド放送局内にて放送された。2007年4月からは上記番組の放送時間変更に合わせて新シリーズザピングショーがスタートした。初めての試みとして日本語の解説が入るようになった。CS では2007年4月から2008年6月までスカイパーフェクティー B のアニマックスで 平日8時20分と毎週日曜日9時20分頃から放送。カートゥーンネットワークでも2011年6月4日から放送された。2017年10月7日に NHKE テレでピングーインザシティの放送が開始された。毎週土曜午前9時20分9時27分、再放送17時25分 -17、32。長編。 幸せな結婚式で登場する。サブタイトルに使用される曲は、ピングダンスというタイトルの曲である。デビッド・ハッセルホーフの歌唱による、約3分20秒のフルバージョンがある。ありがとうございます。